うわ、縮んだわ。あれ、現場で測ったら42ぐらいあったんだけどな。6、7、8、9、10、40センチ、41センチ。よし、じゃあこいつ鱗を取っていきます。はい、モビロンです。本日の動画はスモールマウスバスを美味しく食べよう動画です。これは先日スモールマウスバスを釣りに、行ってきたんですけども、そしてちゃんと釣ることはできました。しかし今回は大人の事情によって、釣り動画写真とかね、こういうのを YouTube や SNS に載せるのは禁止ですと、その施設に、言われてしまいました。これはその施設のルールなので仕方ないですよね。借り物ですからね。ちょっとここで愚痴なんですけども、しかしだよ、それならそれで、施設の案内のホームページに書いとけよと思いましたね。動画撮る気満々で、休みも取って何万円も出して遊びに行って、ボートを出す寸前でこの説明を受けました。そして乗せたらこの施設出禁にします、だってさ。そして僕らもなんでなんと思ったので、少し理由を聞いたんですけども、その乗せちゃダメな理由はよく分かりませんでした。確かにその場所の情報がめちゃめちゃ少ないなとは思ったんですけども、そんな事情があったとは思わなかったですね。そんなことでスモールマウスバス食ってやろうと思って一匹持って帰ってきました。じゃあ鱗を取って三枚におろして、皮を引いてさばいていく。うわ、綺麗。はい、綺麗。OK。あ、全然臭ないわ。あ、ちょっと はい、出来上がり。
じゃあこれ食べまーす。タルタル。いただきます。あ、あおいで。うん、うまい。スモールマウスバスを食べてみての感想なんですけども、全く臭いもなく白身魚でとっても美味しい。もう本当に臭くない。もうこれはさばいている時から臭いもなかったですし、この魚がとても綺麗な場所にいた魚だったからかもしれませんね。いや、こんなスモールマウスバーガー流行りそう。うまいよ。本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。スモールマウスバス、めちゃめちゃ美味しい。